ไม่เป็นไรนะริซากิถ้าไม่ไหวจะพักก่อนก็ได้นะไม่ต้องเรียกจิโตเกะก็ได้ฮะบอกว่าเรียกจิโตเกะก็ได้ไงเล่าฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรแน่นะเธอนี่ดูว่าจะมีไข้หลวงหูหน้าจากเนี้ยฉันจะเรียกนายด้วยชื่อตัวส่วนนายเองก็ต้องทำด้วยเหมือนกันนี่นายเข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมไม่ตอบอ่ะก็เข้าใจแล้วล่ะนะคือว่าจิโตเกะราคุมองอะไรไม่ทราบไม่ต้องมองเลยไม่ได้มองสักหน่อยฮะอ๋อそういやロシアってなんか特殊な愛称で呼び合う習慣があったよな何いきなりアリーシャいやアリーシかアーリャよ家族にはアーリャって呼ばれてるわそうかなら詫びと礼代わりにアーリャ呼びする権利をもらおうか何それみんなが憧れるクラスのアイドルを一人だけ愛称呼びする男としてエースにいるバッカじゃないのありがとうございますキモถ้าเรารู้ว่าสเปียร์นั่นมาจากไหนอาจจะสาวถึงคนร้ายก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องใช้สกิลประเมินสินะเธอคงจะไม่ได้อัพสิเนี่ยว่าก็ว่าเธอเลิกเรียกฉันว่าเธอสักทีจะได้ไหมงั้นก็คุณท่านรองผู้ประชาการท่านประกายแสงเรียกอาชนะเฉยๆก็พอรับทราบさてここで昼食にしようか。全員準備を始めてくれ。こいつらいつの間に父親と和解したんだ。どうしたのよ、風太郎。ま、待って、呼び方、風太郎、どうしたのニノ。え、私たちも出会って半年が過ぎたわ。そろそろ距離を詰めてもいいと思わない？それは常々考えてはいるけど。คุณอากิโตะคะคุณอากิโตะทำไมเรียกพี่แบบนั้นล่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่อยากลองเรียกดูน่ะตอนนั้นเหรอคุณอากิโตะว่าไงคุณอากิโตะคะเยอะแล้วคุณอากิโตะคะคุณอากิโตะคะนี่คิดดูแล้ววิธีเรียกแบบนั้นเลิกทีเถอะนะなんて呼べばよろしいでしょう白金さん K でいいですよ年上なんですからじゃあ K さん K K ちゃん K です K はい下の名前を継承もつけずに呼ぶなんて生まれて初めて綺麗にしてるんだ先輩はその先輩っていうのやめて君の先輩になった覚えはないし桜島さん名字は長いでしょじゃあ舞さんをつけなさいでは舞さん君はあずさ川ってイメージじゃないし作田くんって呼ぶからそれでは美術部に向かいましょうああそうそうよろしければアーリャさんとお呼びしてもいいですか素敵な呼び方だと思ってたんですそれは構わないけれど私のことはぜひユキとお呼びくださいユキさん嬉しいです序盤のリードは完全に失われたかねえ清高やばいんじゃないの何がってなんで下の名前なんだ平田くんのこと陽介くんって呼ぶようになったしあんたも一応ねあ、じゃあ私もかなこでいいよ私はキッコって呼ばれてるよ俺は新一郎じゃあ私もちょっと待てよどうした吉原いやそのほらこの短期間で呼び方変えたらサークルの人に誤解されないなぜここで素のリアクション流れぶった切りじゃねえかけど来たよりがどうしても名前で呼びたいって言うならなわけあるか化粧バカおお来たから今度は瓶が空いてるぜさすがいい飲みっぷりだなおい自分の仕事を忘れるなそうだったしてもどうしても
になって呼びたいです。よく言った。そっか。さ、イオリ。なんだ。聞こえなかったからもう一回言ってほしいな、なんて。負けるだけだろ。お前は人の心持ってないのかよ。あ、アハゴンだ。ヤガミさん。名字で呼ぶなといつも言ってるでしょ。アハゴンさん、変わった名字ですね。こう書きます。沖縄出身なので。へえ。でも鈴風さんも海子と呼んでください。いいですね。はい。あれ、会長が会長じゃないならなんて呼べばいいのかしら。白金さん、白金くん、それかみゆきくんもおかわりいりますか。ゆきくんはコーヒーですよね。ゆきくんはホットがいいですか、アイスがいいですか。じゃあアイスで。はい、ゆきくんはアイスで。警察、今時はそうなの。わがままで頑固な仲間は嫌いか。どこかのアークプリーストのわがままは聞いてるとイラッとしてひっぱたきたくなるけど、今のお前みたいなやつのわがままは嫌いじゃないよ。そうか。ララティーナ。そっちの名前で呼ぶな。ところで竹本、お前は英単語のスペルミスが多いからまずはそこの確認からな。竹本。ズーン。竹本ってば。ズーン、ズーン。ウルカ。どこどこ、スペルミス。お前マジでこれ徹底させる気か。そういえば花園さん、インダさん。どうかした花園さん。いえ、その名前で呼んでくれたら嬉しいなって。名前私も。レンタロウ。はい。別にあんたのことじゃないわよ。じゃあ誰からね。私も呼び捨てがいいです。じゃあはかり。やびやー、レンタロウくん。はかり。レンタロウからね。ところでアハレンさん。あ、二人ともアハレンさんか。じゃあレイナ。名前にさん付けも何か変だと思って、他人行儀な気がして。アハレンでいい。よし、じゃあ先輩、下の名前で呼んでください。ハニー。違うすよ。ハヌ。違う。ハネじゃなくて。おい、ハナ。もう一回。ハナ。もう一回。ハナ。もう一回。バカップルね。バカップルだ。バカップル。全然ランサー、はい。は？ก็โรคกลัวผู้หญิงของนายยังไงล่ะเอาอีกแล้วเหรอแล้วก็จากนี้เรียกชื่อฉันอย่างเดียวก็พอแล้วนะฮะก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นจะแปลกเลยนะจริงมากเอาเรียกเร็วๆก็สิมาซามุเนะขออีกครั้งหนึ่งมาซามุเนะ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 แม่ทสกาซาซันって呼んだ確かにとっさに呼んじゃったね。まあお互い湯崎になったわけだし、呼び名は考えた方がいいかなって。お、じゃあ僕もお嫁さんのことをつかさちゃんって。お、ちょっとどうしてちゃん付けなのよ、そんな子供みたいな呼び方。あ、でもそっちの方が可愛いから。わかった、すぐには無理だから、徐々に。ああ、そうだね、ゆっくりでいいよね、司ちゃん。
ら、そういうとこだぞ。こうして僕たちの新婚生活は穏やかに始まった。